皆さん、こんにちは。今日は中里依紗さんのことについて紹介します。まずは中里依紗さんの経歴とプロフィールから紹介します。中里依紗、本名中尾里依紗、生年月日1989年10月18日、出身地日本の畑長崎県東彼杵郡東彼杵町、身長162センチメートル、血液型 B 型、職業女優、ファッションモデル、ジャンル、テレビドラマファッション映画 CM、配偶者中尾明義、事務所アミューズ、名前のリーサですが、由来は祖父がレオナルド・ダ・ヴィンチが好きで特に、モナリザが好きだったとのことからリーサに名付けられたとのことです。そんな、中里依紗さんの性格は、バラエティなどで見る限りは、言いたいことをはっきり言い、あまり過去を引きずらないサバサバしたような方です。そして、口述しますが、このはっきり物事を言う性格が今回の離婚危機を招いたのではとも考えられますね。ドラマなどに多々出演されている中里依紗さん、その可愛らしい容姿もですが、何よりも演技力が素晴らしく、女子高生からキャバクラ嬢、そして不倫妻などを演じ、多くの場面で活躍されています。実は中里依紗さんは結婚され第一子がおられますが、ネット上などでは夫である旦那さんとの離婚危機が噂になり盛り上がっています。離婚や結婚、不倫などはいつの時代も芸能人には逃れられないスキャンダルであり、中里依紗さんもその対象者となっているようです。今回この話が本当なのか、いろいろと調べてみました。また2人目の子供が生まれたという話もあり、同時に2人目の子供の名前や性別についても調べてみましたので、紹介していきたいと思います。さて、その中里依紗さんの旦那は誰なのでしょうか。旦那さんは俳優の中尾明義さんです。2013年の3月に結婚されていますね。同じ俳優さんで、映画、時をかける少女での共演で知り合い、お付き合い、そして結婚につながったとのことです。結婚時に中里依紗さんは妊娠されていまして、今の言葉で言うと授かり婚でした。ちなみに昔はできちゃった婚と言いましたね。そして、同年2013年10月に男児を出産されていますが、その後も精力的にドラマなどに出演されて、テレビで活躍されています。中里依紗さんの2人目の子供の話がネット上では噂になっており、いろいろと調べてみました。多くのブログなどにも2人目の子供の記述がされているのですが、名前や性別はまだ公開されていません。実際はまだ2人目は生まれておらず、どうやら妊娠さえもされてはいないとのことでした。1人目の子供が2013年に生まれていますので、今年で5歳になります。なのでそろそろ2人目の子供がというような噂が立ったのではというのが真相のようです。夫婦ともにドラマなどの撮影で忙しいのかもしれませんね。二人の仕事が落ち着いたら、またおめでたい話が聞けるかもしれませんので、その時は二人目の子供の名前や性別などをお知らせすることができればと考えています。中尾明義さんと中里依紗さんは俳優として活躍し、その仲良し夫婦として知られています。最近、中里依紗さんの外見が激変していると話題になっているようです。また、中里依紗さんはモデルとしても活動しており、2013年に俳優の中尾明義さんと結婚し、第一子を出産しています。二人は映画やドラマでも共演し、急接近して交際がスタートしました。結婚もスピード婚として話題になりました。現在、子供は小学生になっている可能性が高く、その子供の名前や通っている学校については明らかになっていません。二人は子育てにも真剣に向き合っており、仲が深いことがわかります。中尾明義さんと中里依紗さんは俳優と女優として活躍しており、夫婦としても仲が良いことで知られています。中尾明義さんは俳優としての活動に加えて、元ヤンキーだったという経歴も持っています。一方、中里依紗さんは女優としてのみならず、モデルとしても活動しています。中里依紗さんは長崎県出身で、父方の祖父がスウェーデン人のコーターです。中里依紗さんと中尾明義さんは2013年に結婚し、同年には第一子となる息子を出産しています。現在、
子供は7歳になっていると考えられています。子供の名前は公表されていないため正確な情報は分かりません。一部では結城という名前が噂されていますが真相は不明です。中里依紗さんと中尾明義さんは子供との絆も深く子供の成長を喜びとして受け止めています。中里依紗さんは子供の友達に囲まれてしい幼稚園生活を送ったことを嬉しく思っており、家族の絆を大切にしています。また中尾明義さんも子育てに関して語り、喧嘩をすることもあるものの子供のことを一生懸命考えているからこその喧嘩だと理解しています。家族の絆を大切にすることやお互いの役割を尊重することで中里依紗さんと中尾明義さんは円満な夫婦関係を築いています。中里依紗さんと中尾明義さんは理想的な夫婦として有名で、お互いに対する言い分はサバサバしているように聞こえますが、実はお互いへの尊敬と感謝の気持ちが溢れている素敵な関係です。現在お二人には可愛い男の子が一人います。結婚前には中里依紗さんの恋愛遍歴に大物俳優との交際が噂されていましたが、その真相ははっきりしていません。またお子さんの愛称をトカゲくんと呼んでいる理由や中里依紗さんと中尾明義さんの素敵なエピソードについても調査しました。現在はお互い仕事に忙しく、子供が将来発達障害を抱えているために2人目の子供を秘密裏に出産したという噂もありますが、真相は不明です。 YouTube での活動や家族の日常も紹介しました。また中里依紗さんの過去の恋愛遍歴については、浅野忠信さんや松本潤さん、中尾明義さんとの噂がありましたが、正確な関係は分かりません。いずれにせよ中里依紗さんと中尾明義さんはお互いを尊重し幸せな結婚生活を送っているようです。中里依紗さんと中尾明義さんの間には現在子供が一人いらっしゃるようです。お二人の子供さんは男の子で、2013年10月4日午前1時8分に誕生したそうです。出産の際中尾明義さんも立ち会えたことが発表され、彼は感謝の気持ちを述べていました。中里依紗さんと中尾明義さんの子供の愛称はトカゲくんと呼ばれています。この愛称は YouTube の企画で中里依紗さんと息子さんが1日デートすることになり、その時に名前を決める流れで決まったものです。トカゲを可愛がっていることからの流れで、そのまま息子さんの名前がトカゲくんになったと説明されています。中里依紗さんについて、現場にトカゲくんではない別の赤ちゃんを連れてきていたという噂が出回っていますが、真相は不明です。中里依紗さん自身は2人目の存在についてアナウンスをしておらず、関係者の間では2人目の子供が発達障害を抱えていたため、ひた隠しにしているのではないかという噂もありますが、真実は分かりません。中里依紗さんと中尾明義さんの子供との日常は、中里依紗さんと子供が宿遊びながらはちゃめちゃな時間を過ごしているようです。一方中尾明義さんと子供の日常は真逆で、シュールなエピソードが多いようです。例えば子供との日曜日のお出かけで中尾明義さんがニート扱いされたり、中尾明義さんのお誕生日の日に妻の中里依紗さんが仕事でいられなかったりといったエピソードがあります。二人が自然体で気取らない感じが好印象で、理想の有名人夫婦ランキングで常に上位をマークしていると紹介されています。お互いに対しての言い分がサバサバしている一方で、お互いへの尊敬と感謝の気持ちが根底にあるようで、とても素敵だなと思いました。また二人には現在子供が一人いるようで、きっととても可愛いんだろうなと思います。中里依紗さんと中尾明義さんの子供についても触れられています。性別は男の子で、2013年10月4日に誕生したそうです。中尾明義さんは立ち会うことができて感激し、中里依紗さんに感謝の気持ちを述べていました。中里依紗さんと中尾明義さんの子供についての噂も触れられています。関係者の間では、中里依紗さんは2人目の子供を極秘出産しているのではという情報が出回っているそうですが、真相は分かりません。
中リーサさん自身からのアナウンスはないため、不確かな噂を信じるのは危険だと感じました。中尾明義さんと子供との会話や日常の様子が面白く、おしどり夫婦である二人の関係性や家族の絆が微笑ましく感じられました。最後に、中リーサさんの過去の恋愛遍歴にも触れられています。浅野忠信さんや松本潤さんとの交際が噂されていたそうですが、具体的な証拠はないため真相はわかりません。ただ、中リーサさんが恋愛体質であることは伝えられており、男性にモテる存在なのかもしれません。全体的に、中リーサさんと中尾明義さんの夫婦関係や子供との関係性について興味深い情報が紹介されていました。お二人の絆や家族の絆を感じることができ、とても素敵な夫婦だなと思いました。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。